エンゼルスがヤンキース相手に3連勝を飾りました。7月20日の試合で先発出場した大谷選手は5打席に立ち、申告敬遠1個を含むなんと4四球。第3打席は空振り三振に倒れたものの、その他の打席はまともに勝負をしてもらえず、この日は出塁してチャンスメイクをするに止まりました。しかし大谷選手の後を打つウォード選手、モニアック選手が好調を維持しており、頼もしい3番4番になってきました。特にモニアック選手は打率3割を維持しており、規定打席には到達していないものの、チームトップの打率で打線に貢献しています。トラウト選手が故障で離脱した穴を埋めるべく、新戦力がチャンスをつかんでヒットを量産している姿は非常に嬉しいですね。ヤンキースとのカードを3連勝で終えられたことについて、ネビン監督は次のように語っています。オールスター明けに自分たちより上のチームに対して4勝2敗。安定感があり、エラーのないクリーンな試合ができている。そして打撃陣が役割を果たしている。エラーのない野球ができているというのはエンゼルスにおいては本当に重要なことですよね。勝てる試合を落とすことなく、確実に勝利を重ねていくことがプレーオフにつながると思うので、クリーンな試合を続けてほしいです。ということで今回の動画では日本時間7月18日から始まった、本拠地でのヤンキース3連戦での大谷選手の活躍を振り返りながら、ヤンキースがどれだけ大谷選手に警戒していたかも見ていきましょう。また試合を離れると、ヤンキース選手たちは大谷選手へのリスペクトで溢れていることが分かりましたので、そんなインタビューについても紹介していきたいと思います。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。第1戦は、35号本塁打を含む3安打の大暴れ。日本時間7月18日から始まったヤンキースとの初戦、相手投手はルイス・セベリーノ投手。大谷選手は迎えた第1打席、その初球でした。やや内角に来た153キロの直球をうまく弾き返すと、痛烈な当たりは1、2塁間を抜け、見事なライト前ヒット。バッティングの好調さを感じさせる強烈な一打でした。ちなみに大谷選手は今シーズン初球打ちをした時の打率は4割を超えているそうです。打席に入る前に相手投手のデータを頭に入れた上でしっかりと準備をし、どんな球に対しても対応できる状態を作れているのが良いのかもしれません。その上で相手投手がストライクを取りに来る初球を狙い撃ちしているところに、今シーズンの好調の秘訣があるのかもしれません。続く第2打席はランナー1塁の場面、大谷選手は高めのチェンジアップを見事捉えます。高々と上がった打球は左中間へ。もう少し打球に角度がつけばホームランになったであろう強烈な当たりでしたが、ワンバウンドでフェンスに直撃するツーベースヒットとなりました。この時一塁ランナーのネト選手がホームを狙ったものの、ホームでタッチアウトとなってしまいました。さて、2打席連続で良い当たりのヒットを打って調子の良さを感じさせた大谷選手、続く第3打席が回ってきたのは5回でした。ツーアウト1、3塁のチャンスでしたが、ここは申告敬遠。大谷選手は勝負を避けられてしまいました。これにはエンゼルスタジアムに詰めかけたファンも大ブーイング。ヤンキースは大谷選手相手に非常に警戒していたことがわかりますね。そしてこの試合のハイライトは、2点を追う7回裏、ツーアウト1塁の第4打席でした。大谷選手はワンキング選手が投じた外寄り 96.9 マイルの速球を、まるでアストロズ戦の2本のホームランを彷彿とさせるような打球を左中間スタンドに叩き込みました。確信歩きから美しいバットフリップを披露し、一塁を回ったところで会心のガッツポーズ。土壇場で飛び出した35号ツーランに珍しく感情を爆発させ、エンゼルスタジアムを熱狂に包みました。このホームランで3戦連発。試合後のインタビューでネビン監督はこのように話し、チームの勝利を喜んでいました。フィールドで私が見た中で最も感情が出ていた。素晴らしかった。彼のようなスーパースターがあのような場面で登場して、あのようなことを起こすときは、その場全体に影響をもたらす。しかし、理解してほしいのは、それが我々のダグアウトにもたらすものだ。とてつもなく大きいんだ。クラブにとって本当にクールな瞬間だった。そして勝つことができた。台無しにしなくてよかったよ。チームのために奮起する大谷選手の姿に、ネビン監督もしびれたようですね。大谷選手のホームランで3対3と同点に追いついたエンゼルスは試合を延長に持ち込みます。10回表のマウンドに上がったのは、アーロン・ループ投手。タイブレークで2塁にランナーを置きながらも、4番リゾ選手をサードゴロ、5番ベーダー選手、6番ボルペ選手を連続三振に打ち取り3アウト。次の攻撃に弾みをつけました。そして迎えた10回裏、タイブレークでランナーを2塁に置きながらも、7番レンフロー選手、代打レンヒーホ選手が凡退し、嫌なムードが立ち込めてしまいます。そこで代打に起用されたのがマイケル・ステファニック選手。
その2球目でした。真ん中低めに入ったチェンジアップを弾き返し、レフト線を破るサヨナラタイムリー。サヨナラのランナーウォラック選手が3塁を蹴ったあたりから、エンゼルスベンチはグラウンドに飛び出し大盛り上がり。打ったステファニック選手をもみくちゃにしながら勝利を喜び合いました。ファンも SNS 上で大興奮。次のようなコメントが溢れていました。うおー、最高の勝利、最後よく打った、最近すごい試合ばっかり、毎試合感情が追いつかない、よかったよ、アストロズのあの粘り勝ちから気合が伝わる試合になってきたな。静かなサイスが退場になった時、熱い思いが伝わり感動した。大谷君に笑顔が出てよかった。大谷選手のツーランがなかったらたどり着けなかった勝利。こっから連勝してプレーオフ行ってくれ。この試合で10回のマウンドを託されたエンゼルスのループ選手は大谷選手に称賛のコメントを残しました。この男には何ができないんだろうと思うよね。本当にびっくりだ。毎晩なんだよ。大きな一打が必要。そこで翔平が登場しホームラン。それが毎晩なんだ。それを期待するようになったとは言いたくないけど、彼がそうでなかったら、おい、何が起こったんだ、なぜ今夜はホームランを打たないんだってなってしまう。申し訳ないけどね、彼が毎日毎日やっていることは信じられないことだよ。ループ選手がそう語るのも納得ですよね。今シーズンは特にここで打ってほしいという場面でしっかりと結果を残す。しかも本塁打を打ってチームに勢いをつけてくれるので、本当に頼りになる存在です。サヨナラ安打を放ったステファニック選手も、試合後のインタビューで大谷選手のホームランについて語っていました。ネビン監督と話していたんだ。彼がどうやってあれをやっているかわからないって。ステファニック選手はベンチで大谷選手の今日の活躍を見ていたことで、絶対に負けられない。俺も打って試合を決めてやるんだと気持ちが高ぶっていたことでしょう。さらにステファニック選手はここからの試合への意気込みも語っていました。毎日接戦でストレスがたまる試合だった。勝利することができて本当に素晴らしい気持ちだよ。とても大きいよ。このチームは決して諦めない。戦い続けている。勝つためにはこれを続けないといけない。思えばヤンキースとの3連戦はこの初戦から始まったんですね。接戦であり、どっちに転んでもおかしくない試合を見事勝利することができたからこそ、その後の試合にもつながったのかもしれません。大谷選手のツーランがなかったら、ステファニック選手のサヨナラタイムリーがなかったらと思うと怖いですよね。いかに3連戦の初戦が大事かを思い知らされる試合となりました。第2戦は3ベースで勝利に貢献。日本時間19日の第2戦、大谷選手は3打数1安打1打点の活躍でチームの勝利に貢献しました。大谷選手はこの日、第1打席は134キロのカーブに空振り三振、3回の第2打席はフォアボールで出塁、迎えた5回の第3打席にやってくれました。ワンアウト1塁の場面で136キロのチェンジアップを捉えると、打球はファーストゴロかと思いましたが、打球が速すぎたのか打球はライト線へと転がります。一塁ランナーのネト選手は一気にホームへ生還し、大谷選手も快速を飛ばして三塁に到達。追加点となるタイムリースリーベースは今シーズンメジャー単独トップとなる7本目の三塁打となりました。打球速度約177キロの痛烈な打球を、米カリフォルニア州地元局バリースポーツウェストの中継の解説を務めたマーク・グビザ氏はこのように表現しました。この球は破壊された。ファーストの選手の守備範囲でしたが、あまりの速さに抜けていったことから、SNS 上ではファンから次のようなコメントが並んでいました。打球が速すぎて目が追いつかねえ。打球が速すぎてもはや狂気レベル。すごい打球速度、パワーこそ正義だ。ガチでホームランの打ち損ないがヒットの男。スリーベースが物足りなく感じるの、何なの。スリーベースヒットでも物足りなさを感じてしまう異次元の男。試合のリプレイ動画を見ていても打球が速すぎてどう転がっていったのかわからないですよね。ホームランの多さは周知の事実ながら、米スポーツ専門局 ESPN のアルデン・ゴンサレス記者は大谷選手の三塁打の多さに注目しました。19日のヤンキース戦で今シーズン7本目となる三塁打を放った大谷選手、これはリーグトップの数字です。マグワイア記者はこのようにツイッターで述べました。翔平、大谷は2021年から現在までに21本の三塁打を達成している。ご存知の通り、彼はバッターとピッチャーを同時に務めてもいる。それがメジャーをリードしている。さらに米スポーツ専門局 FOX スポーツアナリストで大谷マニアで知られるベン・バーランダー氏も自身のツイッターにこのように書き込みました。念のために言っておく。翔平、大谷はピッチャーをしながらも
本塁打数でリーグトップ、そして彼は三塁打数もリーグトップだ。これは信じられないこと。この日のヤンキースの先発投手は6月29日のアスレチックス戦でムエルビー11年ぶり史上24人目となる完全試合を達成したヘルマン投手でした。背番号0のパーフェクト男もその打球の速さに驚きの表情を見せました。大谷選手の三塁打の多さには海外の野球ファンも驚きのコメントを残しています。ホームランと三塁打を一体誰がそんなことできるんだ。大谷はパワーだけじゃなくてスピードもある。なんてこった、余裕のスタンドアップ三塁打。打ってからの加速が異常だ。やはりこの選手はユニコーン。大谷選手のマルチな活躍に海外の野球ファンも驚きを隠せない様子です。エンゼルスはこれで96試合を消化しました。スタッツセンターによると、チームの開幕から100試合以内に35本以上のホームランと7本以上の三塁打を打った選手はベーブ・ルース氏、ルー・ゲーリック氏、ジミー・フォックス氏に続き大谷選手が4人目だといいます。3人目のフォックス氏と大谷選手の間にはなんと90年のブランクがあります。1シーズンに50本以上のホームランと2桁の三塁打を記録した選手は1921年のベーブ・ルース氏と1955年のウィリー・メイズ氏しかいません。大谷選手はこの数字にどこまで近づくことができるのでしょうか。三塁打の数にも注目していきましょう。第3戦は4四死球で勝利に貢献。日本時間7月20日の第3戦、大谷選手は過去2試合での活躍もあって警戒され、ほとんど勝負をしてもらえない状態でした。結果的にはこの日5打席に立ち4フォアボール、ストライクになったボールもインコースの厳しいボールやコースギリギリに決まるボールでなかなかヒットにすることは難しそうなボールでした。打ってもホームランにならないボールやストライクからボールになる変化球が多かったような印象です。カウントが悪くなってからはあえてボール球を投げ歩かせたような場面もありました。大谷選手は自分自身のバッティングをさせてもらえませんでしたが、チャンスメイクに徹して自打者のウォード選手のツーラン本塁打を呼び込んだり、モニアック選手のタイムリーヒットをお膳立てするなど2得点して勝利に貢献しました。この試合は1回にウォード選手のツーラン、2回にレンヒーホ選手のツーランなど1回から3回まで毎回得点で2点ずつを取ってリードを広げ、5回を終わって6対0としていました。その後2本のホームランを浴びたものの、どちらもソロ本塁打で相手打線につながりを持たせず、結果は7対3でヤンキース相手に3連勝を飾る結果となりました。大谷選手はこれからの試合でも敬遠があったり、ストライクゾーンギリギリのところで勝負されてフォアボールで出塁することが増えそうなので、後を打つモニアック選手やウォード選手のバッティングに期待がかかります。今日のような攻撃で大谷の次も良いバッターだという状態が作れれば、おそらく大谷選手との勝負が増えると思うので後続のバッターに期待したいところですね。大谷を絶賛するヤンキースブーン監督。ヤンキースのブーン監督は3連敗でエンゼルスにスイープされてしまい、非常に複雑な気持ちだったことでしょう。プレーオフ進出に向けて絶対に負け越しが許されない中で1勝すらさせてもらえなかったことについてどのように思っているのでしょうか。3連戦が終わった後のインタビューでは次のように語っていました。我々は最悪だ、それは認める。我々はもっといいプレーをしないといけない。現在の自分たちの状態をみんな理解している。我々は十分に得点が奪えていない。野球とは得点を奪うものだ。このように語り、ブーン監督は3連戦で7得点42三振を喫した打線の得点力不足を敗因に挙げていました。さらに先発投手陣がピリッとしない中で、故障から復帰したばかりの先発ロドン投手について、4回3分の1を投げて6失点の結果を踏まえて次のように語りました。コントロールが十分にできていなかった。メジャーの試合で必要なレベルのコントロールがまだできていない。そこに達するために彼の手助けを全員でしないといけない。良いことは彼が復帰して健康な状態だということ。この3試合で良い雰囲気とは言えなかったヤンキース。第1戦の試合ではヤンキースが3対1と2点をリードしている状態から大谷選手にツーラン本塁打を浴びて同点に追いつかれる場面がありました。大谷選手にホームランを打たれた場面について、ブーン監督は試合後のインタビューでこのように話していました。もし1塁走者のエスコバルが2塁にいてボール先行していたりすれば申告敬遠を考えたかもしれないが、あそこでは考えなかった。2点リードしている状況だった。彼の次の打者も打率 0.330 だ。だから走者を2塁に置いて逆転のランナーを打席に立たせたくなかった。ブーン監督にとっても苦渋の決断だったようです。あれだけ警戒されながらもホームランを放てる大谷選手はさすがですよね。またブーン監督は
今年4月の対戦時に大谷選手のすごいところを聞かれた際にはこのように答えていました。スピードが一番印象に残っている。他の能力が目立つけど走らせれば誰よりも速い。彼が投手または DH じゃなかったらセンターもできるだろうね。さらにこのようにも語って大谷選手を絶賛していました。彼は本当に驚くべきことをやっている。私たちが見たことのない特別な才能だし、おそらく二度と見ることができないだろう。ブーン監督も今日の試合で改めて大谷選手の凄さを目の当たりにして驚愕させられたことでしょう。ジャッジ選手が語った大谷選手への本音。右足親指の靭帯損傷で負傷者リストに入っているヤンキースのアーロン・ジャッジ選手はエンゼルスとの第3戦の試合前に異例の取材に応じたといいます。異例の取材というのはエンゼルスを担当する日本人報道陣からの大谷翔平投手についての質問だけに答えるという制限付きの超異例の囲み取材でした。大谷選手について質問され、ジャッジ選手は次のように語っています。対戦して直接見るのは好きではないけど、テレビをつけて彼が8回を投げ13振を奪い1試合で2本の本塁打を打っているのを見るのは楽しいね。彼が何を成し遂げるかいつもワクワクして見ているよ。このように語り、今は故障の影響もあって MVP を争っているわけでもないため一ファンとして大谷選手の活躍を楽しんでいる様子を見せました。一方で自分自身が故障離脱のため大谷選手と本塁打王争いや MVP レースができないことについては次のように本音を漏らしました。大谷とのフレンドリーコンペティションができないのが寂しいよ。フレンドリーコンペティションというのは英語で切磋琢磨し合える戦い、友好的な競争を意味し、バチバチにやり合うというよりはお互いに頑張りを称え合い競争しながらお互いが最高の結果を出せる戦いといった競争を意味し、スポーツマンシップに基づいた考えです。大谷選手はすでに35本の本塁打を放っており、ジャッジ選手が持つシーズン62本塁打の記録を超える可能性もあるため、そのことについて聞かれると非常に紳士的な答えで次のように語っています。記録は破られるためにある。大谷がその記録を破れば野球界にとってエキサイティングなものになるだろう。どうなるか注目だね。僕はまだ球界でプレーする時間が結構たくさん残っているから、もし彼が記録を破ったら試合に出場して特別なことをやってやろうと頑張るだけさ。ジャッジ選手のコメントには大谷選手と同様のスポーツマンシップ、真摯さ、余裕が感じられますよね。 MLB で頂点に君臨するトップスター選手はこうしたコメント力もさすがだなと感心せずにはいられません。また昨年記録更新にあたり61本目まであまり記録は意識しなかったが、62本に近づいて先頭打者で打席に立つと球場が静まり返っていて逆に衝撃だったという。ピッツバーグやボストンでの試合で先頭で出て行って二塁打を打ったけど、ファンはまるで残念だと言わんばかりの反応だった。歴史が見たいのはわかるけどね。周りの雑音を消し去って試合に集中するのが一番難しかった。ファンが本塁打しか期待していない状態というのはとても虚しい気持ちになりそうですよね。大谷選手が63本の本塁打記録を作るチャンスが来たら、おそらく同じような光景になることでしょう。新記録が見たいからこそスタジアムに足を運ぶファンが増えるでしょうし、非常にプレッシャーのかかる厳しい打席になりそうです。ジャッジ選手はさらに同じ道を進んでいる大谷に対して次のようにメッセージを送っています。そこまで行くとあとは精神力との戦い。おそらく翔平も同じだと思う。本塁打100本打てる能力を持っていると思うが、そういう瞬間にいかに周りの雑音を消したり無視したりするのが大事だと思う。もしかしたら本当に今シーズンジャッジ選手の記録を破るかもしれないという大谷選手に対してジャッジ選手ならではのアドバイスを送りました。ジャッジ選手は以前大谷選手に対して大ファンだと語っており、決してライバル視はしていないと語っていました。僕たちは友達だ。私は大谷の大ファンだ。打席だけでなく投手としても両方で彼がやることや戦い方も大好きだ。だからライバルとは言わない。フレンドリーなコンペティションだね。大谷がやっていること、野球界でやっていることは素晴らしい。ちなみに投手大谷と打者大谷のどちらが好きか問われると、もっぱら打者派なのだと言います。マウンドで5から6球種を使いこなし長いイニングを投げる彼を見るのも楽しいけど、やはり彼を毎日見られることや右翼へ500フィート飛ばしたり内角のボールを中堅左方向へ飛ばすところはすごいし、彼のサイズで三塁打数でメジャーをリードしているのもすごい。いつか投打のどちらかに絞る日が来るのなら、ジャッジ選手は打者大谷で行くことを推薦することでしょう。また
MVP を受賞した2022年には MVP 受賞の喜びに加えて、一緒に MVP レースを盛り上げた大谷選手について次のように語っています。言葉にするのが難しい。最高の瞬間だ。大変なハードワークを続けてここまでたどり着いた。僕だけではない、チームワークの結果だ。 MVP を競い合った大谷はこの惑星上のベストプレイヤー。彼も素晴らしいシーズンを過ごしていて争うのが楽しかった。その一方で大谷選手は昨年の MVP レースの際にジャッジ選手の本塁打記録について次のように語っていました。 MVP 動向というよりも毎日見ていて、また打ったな、また打ったなと楽しませてもらった人間の一人かなと思う。大谷選手も特にジャッジ選手のことをライバル視しているというよりは、一ファンとしてジャッジ選手の活躍を見ているようですね。もちろん試合で対戦するときは絶対に打たせたくないと思って投げているでしょうし、ヤンキース戦では絶対に負けたくないでしょうが、シーズンを通しての年間記録という点ではすごいことはすごい、称賛すべきは称賛するというスタンスなのかもしれませんね。大谷選手の去就に大注目。大谷選手は今オフ FA となることから、たびたびその去就について注目が集まっています。エンゼルスはマイク・トラウト選手をはじめ怪我人が続出するなど、決して良いチーム状況とは言えません。その中で夏のトレードについても議論が白熱。そんな中、19日のヤンキース戦に姿を見せたのがエンゼルスのオーナーのアート・モレノ氏。大谷選手の三塁打を目の当たりにし、小躍りをしながら周囲とハイタッチする様子が見れました。この様子にインターネット上では様々な反応が見られました。大谷選手が打った際にモレノオーナーが満面の笑みでハイタッチして喜んでましたね。あれを見るとトレードはないような気がします。モレノのハイタッチ初めて見た。今日モレノ氏なぜいる？モレノ今日来てるなら気を良くしてめちゃくちゃ金出して補強してくんないかな。今日モレノ来てるの？ヤンキースと翔平くんのトレード話やめてくれ。選手まだプレーオフ諦めてないよ。一体なぜモレノ氏の姿があったのか、さまざまな憶測が飛び交う事態となりました。そんな去就について、米 CBS スポーツは大谷選手の新天地候補として全29球団をランク付けし、最有力はレンジャーズとしました。レンジャーズはここまで57勝39敗でア・リーグ西地区トップを走っています。しかしサイ・ヤング賞に2度輝いたエースの先発ウワン・ジェイコブ・デグロム選手が右肘の内側側副靭帯損傷によりトミー・ジョン手術を余儀なくされ、今シーズン中の復帰は絶望となっています。記事ではデグロム選手の穴埋めをするのは基本的には不可能としつつ、大谷はそれができる一人になりうると投手としての大谷選手を評価しました。一方、大谷選手の見返りとしてエンゼルスが獲得を望みそうな選手としては、メジャー2年目にして74試合で打率2割9分7厘13本塁打37打点をマークしているレンジャーズの24歳エゼキエル・デュラン選手をピックアップしました。記事ではデュラン選手についてこのように述べています。 DH として非常に優秀だが大谷ではないし、率直に言ってまさにエンゼルスが大谷のトレード相手として求めるべき選手。レンジャーズはデュランがいなくとも勝てるファームシステムを持っているのだから、この選手を交渉のテーブルから外すことはないだろう。さらに大谷選手が得られるメリットについてもこのように言及しました。大谷にとってはフリーエージェントとなる前に優勝を経験できるチャンス。エンゼルスはレンジャーズから優位なオファーを受けられ、レンジャーズも地区優勝を追いかけながら世界最高の選手を得られるとあり、3社にとって断りにかなっている。エンゼルスオーナーのアート・モレノが OK するのであれば賢明で実現可能なトレード。一方で以前から大谷選手の移籍先の最有力候補として名前が挙がっていたのはドジャースです。その理由について敏腕記者として知られるジョン・モロシ氏が解説しました。MLB パイプラインによれば、球界トップ100有望株のうち9人をドジャースが擁している。これは全チーム中最多だ。そして冬に大谷と FA 契約することが見込まれているのはご存知の通りドジャースだ。ではドジャースは今シーズン残り試合のため、そしてその後長期契約を結ぶ機会を得るために割増金を払うだろうか。ドジャースとエンゼルスは同じ地元でライバル関係にあるので、その相手にエンゼルスが大谷をトレードするなんてありえないという声もある。だが結果的に彼がそこと契約してしまうのなら、長期的視野に立ってトレードして複数の有望株を手に入れてはどうだろうか。ドジャースには大谷選手の見返りとして十分な選手がいることを理由に、トレード先の最有力候補であることに間違いはないと持論を展開しました。移籍の話が毎日のように飛び交う状況となっております。さまざまな憶測が飛び交う中、日本の野球ファンはこの状況をどのように見ているのでしょうか。日本での反応。
トレードが有力ではないかと見ているアメリカ。一方で日本の野球ファンからは大谷選手の去就についてこのような意見が出ています。毎日トレードの噂話が出ているがないんじゃないかな。実際 PS 進出をほぼ確実にしているのはレイズとオリオールズだけ。レンジャーズだって 4、5 月の貯金だけで投手力低下とともに伸びていない。当然補強したいだろうが、同地区のエンゼルスから大谷を出すかね。ここに来てレッドソックスが上げてきたことでより混沌としてきたからね。すでに PS 進出が濃厚な球団がたった2ヶ月大谷をプレーさせるためだけに若い超有望株を出すとは思えない。 PS 進出だけではなくワールドシリーズ制覇を強く望むならなくもないが、同じ西地区でありえないし、このままポストシーズン行くのは硬そうなのに、わざわざデュランやトッププロスペクト放出することは考えにくいけどな。大谷選手のトレード話について否定的な見方をする声が多く上がっていました。また大谷選手のこの日の活躍、さらにオールスター明けからの活躍について称賛のコメントがたくさん上がっているので、そちらも紹介していきます。スリーベースがここまで出るということは足の速さも備わってるということ、というか何かできないことってあるのだろうか。超人すぎる。なんか三塁打だけじゃ物足りなくなってきてしまいました。ごめんなさい。上ではなく下に角度がついて110マイルが一塁手を襲う。あの真ん中低めのチェンジアップならセンターに本塁打にしているのを何度も見てる。打ち損じて本塁打一本損した気分。オールスターでリフレッシュできたのかな。本来のバッティングの調子を取り戻してきたね。爪や豆のことがあるからくれぐれも怪我には気をつけてほしいです。またこの日日本の野球ファンが大いに盛り上がった出来事は一時的ではありますが、本塁打王大谷翔平、首位打者吉田正尚という状況が生まれたことです。日本人選手がリーグの首位打者とホームラン王となった事態に SNS は大いに盛り上がりました。日本代表に憧れるのはやめましょう。そら侍ジャパン優勝するわ。史上最高の中軸やもんな。メジャーの舞台で打撃3部門のランキングトップを日本人が独占する。史上最高の野球選手大谷の三冠王を阻むのが吉田。最高に胸が熱くなる。夢の中の様。この2人が3番4番を打つ。そりゃ日本世界一になるわ。憧れるのはやめましょう。自分的にはかなり印象的な言葉で、流行語とは違うかもだけど、すごく頭に残ってる言葉です。でももう大谷さんがその憧れられる立場の偉大な選手になってますよね。レフトに首位打者、マウンドにホームラン王。待って、マウンドにホームラン王ってなんだ。パニックになるぞ。 W 吉田選手は試合後の打率を 0.318 とし、リーグトップのビシェット選手と 0.0005 差の僅差の3位となってます。しかし打者の主要部門での日本人選手の健闘に多くの日本人ファンが盛り上がりを見せることになりました。さていかがでしたか。大谷選手は後半戦いいスタートを切りました。3試合連続ホームラン、さらにリーグトップとなる三塁打を放ち、順調な滑り出しです。エンゼルスも借金を返済し貯金1を作っています。トラウト選手をはじめドルーリー選手などを欠く中、1番ネト選手、2番大谷選手、3番モニアック選手、4番ウォード選手の中軸コンビが良い役割を果たしています。後半戦プレーオフ進出に向けて若い力がエンゼルスの起爆剤となるのでしょうか。この後のカードも注目して見ていきたいと思います。皆さんは後半戦のエンゼルスの反撃、さらに大注目の大谷選手の去就についてどう思いますか。ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。